はい、こういうことで、とりあえずね、このチェーン塗って、はい、マルチ電源トレーラーが、まあ、搭載されました。ちょっと変わったんですよ、仕様がね。前までは、確かここがフレームになってて、ここきっちりだったんですけど、今回のやつはね、約、50センチか40センチぐらい伸びてます。で、まあ、ちょっと見せるんですけど、まず、はい、今はガスホースなんですけど、これまあボックスがいるんですよ。で、まあ、開けますか。あとね、ロックガードないんで、一旦ここにこれ置いて、こういう風にね、一応開くようになってるんですよね。一旦こんな感じで、よいしょ、はい、OK。でね、これが一応ね、ATS もついてて、サーキットブレーカー、アワーメーターとかね、この辺もついてて、でこれが OHC エンジンかな、ちょっとねまだねエンジン始動できないんですけど、よいしょ、OK、よっしゃ、はい、これがこういうふうに開くので、ここね、なんで50センチ近く伸ばしてるかというと、まあ、ここにねボンベを置くんですよ。その時にこれが当たっちゃうんで、こんだけ伸ばしてたら、まあ、安心だろうということですね。よいしょ、それとですね、よくね思われると思うんですけど、トレーラーで盗難されへんのかって結構言われる方いてるんですよ。ぶっちゃけ言うと取られることもあります。はい、なのでね、それに対する、まあ、対策といいますか、そういうのをね今日は説明していきたいと思います。はい、まずですね、ここにロックをつけるってことですね。ここです。ここにロックを入れて、鍵付きロックで止めていくと。まあ、その際にですね、こういうものも一緒に引っ付けた方がいいですね。はい、続いてですね、取られないようにしようと思ったら、こういうバイク用のね、こう U チンがあるんで、U チンというか、まあ、鉄のね、切れないやつがあります。それをホイールに通す。まあこれはちょっとバイク用のでかいんですけど、あのバイクでもちっちゃい、まだちっちゃいやつがあるんで、それはホイール通りますんで、とか、まあ、車外機ホイールだったら大丈夫です。でそれとですね、ここの穴を通して、ホイールごとロックするって感じですね。それでだいぶ防げるというか、まず取られないです。はい、ただですね、まあそうは言ってもですね、取る人はどないしてでも取るんで、ホイール交換してやったりとかですね、そういう場合はロックナットを使うとかになってくるんですけど、まあいかんせん難しいのが、車のホイールと違うんで、外から全部ナットまで見えちゃってるんでね、ロックナットも多分無理じゃないかなってちょっと思います。まあなので、両方に U字をつけるとか、
ですね。まあガードをいっぱいたくさんつければ、そんだけ安心やと思います。またね、盗難したところで売れないんですよ、こういうのは。あのフレームランバーね、作るのも大変ですし、なのでまあメリットがないというか、フレーバー消してまで登録するメリットないと思います。あの知識がなかったら書類を起こすまですごいお金かかるんで、まあそれはありえへんやろうなと。まあまあそんな感じです。またね、台数が少ないトレーラーだとね、まあ、バレますからね、すぐ。はい、まあ、そういうことで、とりあえず今日はねマルチ電源トレーラーの紹介と、盗難防止に何があるかというね、策をね今日は動画にしてみました。まあそんな感じでですね、あのそれでも不安な方はですね、あの音のあるセキュリティアラームがあるんですよ、リモコンの、カーゴ車だったらもう中に入れておいた方がいいです。フラットとかね、ボートトレーラーに関してはねちょっと難しいんですよね、そこはね。まあアラーム付きの鍵もありますから、まあ、それを入れるとかですね、そっちの方で対策する置かないかなと。駐車場で置く場合はそうなり、なる可能性ありますね。ただですね、今までまあ見てきた中では基本的に一軒家の人が多いんかなと。トレーラーね持ってはる人って一軒家の人が多いかなと思ったりしてて、まあ、その際は、鍵と音付きロックつけていれば、まあ、安心かなと思ったり、あとまあ防犯カメラでね、上からこう照らして置くとかですね、そうしたことがまあ肝心かなとちょっと思いますね。あの最近無人販売所の盗難とか窃盗結構 SNS でも流れてくるんですよ。見たことないですかね皆さん。あれに関して僕もちょっと思うとこがあって、まあ一番は撮ったやつが悪いです。撮ってるやつが悪いです。あの何を言うたって、そんなじゃあお金置いとったら取ったらいいんかって、取ってもええんかみたいなね、話になってくると思うんで、まあ、一番は取るやつが悪いです。ただしかしですね、いくらコストを下げると言っても防犯はさすがにお金かけましょうっていうことなんですよ。っていうのがですね、やっぱり商品だって作ってる人はね、あの一生懸命作ってるものじゃないですか。でそれをまあ防犯もおろそかというか、お粗末な防犯でそれを成り立たせようと、また日本の風習的に、そんなことをする人はごく稀であるだろうとか、そういうですね、かあの固定観念でやるというのもどうなんやろうと。人にはその欲というものがあったりしますから、いくら1万円がねそこにあっても取らない人は取らないですよ。道端に落ちても警察に届けたり、机の上に無造作に乗ってるものをこう取ろうとは思わないです、普通の人。ただしかしですね、やっぱり負けてしまう人もいるわけでね、そうした人を僕は炙り出す行為に見えてしまうんですよね、どうしても。なので結果 SNS で拡散されて、やる、もっとやらしい考え方をしたら、これしたらバズるんやっていう考える人も出てくるわけですよ。あれするとバズりますからね、大体。で出てくるんですね。なのでそしたらおとりを使って人を犯罪者にしてるような風に僕は見えてしまいます。はい、なのでまあ防犯はねきっちりやっといた方がいいと思います。あのトレーラーに関してもバイクもそうですし、あのもうええかって思った日に限ってやられるとかね、普通にあるんで、まあ、僕も昔盗難されてますからね、バイクに関しては。なので、そうしたことも考えながら防犯対策してもらう方がいいのかなというふうに思います。まあ、確かに音が鳴ってね迷惑かなっていうのはあるんですけど、まあそうですね、ついてるとついてないでは全然違いますから、まあ、その辺もちょっと考慮の上で対策してください。まあ、そういうことでありがとうございました。